こんにちは、安西です。今回は北アルプスの北穂高岳を1泊2日の山小屋泊で登りたいと思います。今上高地にいるんですけれども、今日はここをスタートして唐沢カールを経由して北穂高岳に登るという、通常のねコースになります。はい。で、泊まる小屋はですね、北穂山頂から徒歩1分のね高立地の北穂高小屋に泊まります。予約しました。はい。北穂山頂からはですね、槍ヶ岳に続く超絶かっこいい稜線のね景色を見ることができます。以前もですね、北穂は登ったことあるんですけれども、その時見た景色がですね、何とも言えない曇り空でしたので、あんまりね印象に残ってないんですよね。はい。なので今回は小屋に泊まって、夕方とかね明け方の綺麗な景色をね見れたらなと思っております。はい。で、せっかく山小屋泊まるんですけれども、天気が悪かったらね元も子もないので、今日までね毎日天気予報とにらめっこしながら、はい、やってきました。僕は普段ですね、天気 JP 登山天気というアプリを使って天気を見ております。登山に特化した天気予報アプリとなります。はい。ということでね、今回はこの天気 JP 登山天気とのタイアップ企画となります。少しだけねこのアプリについて紹介させていただきたいと思いますので、少しだけお時間ください。それでは一旦場面変わります。はい。一旦場面変わりまして、少しだけね天気 JP 登山天気を紹介するお時間をください。この天気 JP 登山天気というアプリはですね、日本気象協会の公式アプリでして、こちらの青色の天気予報アプリは使ったことある人も多いんじゃないでしょうかね。こちらは平地の天気予報となるんですけれども、こちらの緑色の方は登山専用の天気予報アプリとなっております。日本気象協会が山に特化して独自に開発したシステムによる天気予報ですので、信用度信頼度はかなり高いです。主な機能はこんな感じでいろいろとあるんですけれども、いくつかね、便利な機能を紹介したいと思います。一つ目はですね、14日先までの天気予報を見ることができることですね。やっぱりね、登山の計画を立てようとすると非常に悩ましいのが天気なんですよね。僕なんかは登山に登る目的の大半はいい景色を見るためですので、雨とかね、曇り予報よりかはやっぱり晴れ予報がいいので、計画を立ててから2週間先までのね、天気がわかるっていうのは、その山域の天気の動向を見る上ではかなり役に立ちます。便利な機能その2はですね、マイ山です。マイ山っていうのはまあ要はお気に入り登録機能ですね。はい。最大で20個まで山の登録をすることができますので、登る山は天気がいいところにしようっていう場合にですね、いろんな山域の山を登録しておいて、その日のね一番コンディションの良さそうな山をねずらーっと一目で見ることができますので、いちいちね一個ずつ山を確認する必要がないといった感じですね。まあもちろん導入の部分で天気の良さそうな山を見つけて、そこからより詳細に天気予報を見ていくといった感じにはなりますけれども、行きたい山の天気が一覧でずらーっと見れるのはね、かなり便利です。その他にもですね、ピンポイント予報とか1時間予報とか便利な機能いろいろあるんですけれども、これらは後ほど実際に使いながら紹介したいと思います。この天気 JP 登山天気のアプリはですね、有料アプリにはなるんですけれども、料金形態としてはプレミアムプランとライトプランの2つがあります。この2つの大きな違いはですね、このライトプランの方はプレミアムプランの方で見ることのできた14日先までの予報がですね、7日先までに限定されまして、さらに1時間予報もですね、3時間おき予報になってしまいますので、ちょっと見られる予報に制限がかかります。月額としては240円となっております。プレミアムプランの方は月間払いですと月額550円なんですが、年間払いにすると年間4980円となりまして、まあ月換算すると415円ですね。まあ夏山だけじゃなくてね、冬山も通して1年中山に登る人にとっては年間払いの方がかなりお得になります。登山において天気ってね、切っても切り離せない問題ですので、無料の天気予報の正確性に悩まされたり一喜一憂することも多いと思うんですが、月額たった500円前後でね、より正確な山の天気のね情報を得ることができると思えばね、かなりね登山の快適性が変わってくると思います。月に数回スタバに行く人はですね、そのうちの1回を我慢すればこの登山天気アプリに当てることができますので、ぜひね使ってみてほしいなと思います。まあ、天気予報アプリって自分に合う合わないもありますので、そんな方にはですね、まずは30日間の無料トライアルがありますので、ぜひねそちらを試しに使ってみてもらえたらなと思います。はい。そんな感じで簡単に紹介してきましたが、この後もですね、実際に北穂に登りながら登山天気アプリの方を使っていきたいと思います。
このアプリのですね、使ってみた感想、気になる点なども動画の一番最後でお話ししたいと思いますので、このアプリをね、検討するにあたってぜひ最後まで見てもらえたらなと思います。それではまた上高地に戻ります。はい、ということで、登山始めていきたいと思いますが、その前にですね、天気チェックしたいと思います。今日は8月9日ですね。はい、北穂高岳、コンディションは D ということであまり良くはないですね。はい、ピンポイント予報で、山頂を見てみますと晴れのち雨となってますね。明日は晴れのち曇りです。1時間ごとの天気を見ますと11時ぐらいまで晴れで、13時頃からね、ちょっと雨が降り出しそうな感じです。はい、で明日の朝はかなり天気良さそうなので、やっぱりね、今日の夕方はちょっと景色難しそうですけど、明日の朝はね、かなり高確率でいい景色見れるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでですね、このアプリを駆使して北穂からのね、絶景をつかみ取りたいと思います。それじゃあ気をつけて登山開始していきたいと思います。かっぱ橋、今日はお盆開始1日前ですが、まだ朝もまあまあ早い時間なので人が少なめですかね。はい、ということで6時30分ですね、かっぱ橋を出発しました。かっぱ橋から次のね、明神というところまでの通常の道がですね、通行止めになっていたので、今このあずさ川のですね、北側の遊歩道を歩いていっております。はい、まあ、ちょっとね、時間は少しだけかかりますけど、こっちはね、かなり綺麗な景色が広がってますので、そういったところもね、楽しみながら歩いていきたいと思います。クマベル、はい、7時30分ですね、明神に着きました。ちょっとね、景色良すぎたんでだいぶ時間がかかっちゃいましたけれども、ここからですね、横まではサクサク行きたいと思います。今日のね、工程が、コースタイムでね、9時間ぐらいありますので、ちょっとね、巻いていかなきゃいけないかなというところです。はい、それじゃあ横まで一気に行っちゃいたいと思います。9時、旅行に着きました。ちょっと休憩します。
はい、ちょっと休憩しております。それじゃあね、9時過ぎの時点での天気予報を改めて確認しようと思います。ピンポイント予報からですね、時間ごとの方へ行き、やっぱり午前中は天気良さそうですね。で、13時頃から雨予報なので、どうだろう、北穂に向かって登ってる途中で雨に降られる可能性がありますね。できるだけ早く行きたいと思います。はい、でこのピンポイント予報なんですけれども、この北穂高岳ですと、他に登山口の上高地や新穂高温泉、あとは市町村ですね、松本高山が載ってますが、山域によっては例えば立山とかですと、小山以外にも浄土山とか別山とか、そういったね、近隣の山頂の天気とかも見ることができますので、結構ね、縦走するときとかは便利な機能かなと思います。はい、横を出発しまして、次はですね、唐沢カール約3時間ぐらいかけて登っていきたいと思います。漁港からしばらくはね、まだ緩やかな平坦な道が続いてます。途中本谷橋っていう沢が流れているところ、そこを過ぎるとだんだんと傾斜がきつくなっていきます。本谷橋へ行く道もね、途中階段があったりして、ちょっと息が上がるところはあります。いや、かっこいいですね、岩峰。本谷橋着きました。吊り橋です。休憩スポットですけど、渋滞にはまったりしてあまり疲れてないので、そのまま行っちゃいます。沢を過ぎるとね、本格的な登山道になってきます。で、傾斜もね、だんだん上がってきて、こっからがね、正念場といいますか、はい、集中していきたいと思います。高の山々が見えてきましたね。正面が奥穂かな、山頂とあれがいつも分かんなくなっちゃう。ちょうどこの窪地のところが穂高岳山荘ですね。北穂はまだちょっと見えてないです。唐沢カールまでの終盤はね、こういった石畳が多くて、石畳というか石段ですね、なかなかね、足上げがきついです。よいしょ。でも、もうあとちょっとで着くと思います。着いた。はい、11時30分ですね。唐沢ヒュッテ到着しました。結構疲れますね、やっぱり。はい、でも今日はね、あの上まで登っていかなきゃいけないんで、こっからあとコースタイム3時間ぐらいですけれども、だいぶね、今ここまで来るのに時間負けたんで、少しね、ここでエネルギー補給がてら休憩したいと思います。
はい、それじゃあね、今後の天気をまたちょっとチェックしたいと思います。今12時前なんですけれども、まあそんなに川がコンディションがいいに落ちてますね。ここからちょっとやっぱ天気が崩れるからコンディションも悪化してます。はい、で時間ごとに見るとやっぱりね、12時から曇りで、13時から小雨が降り始めるといった感じですね。もう空も今だいぶ雲が多くなってきております。はい、で結構ね、今日雷がね怪しいんですけれども、そういった雨雲雷危険度レーダーっていうのもありまして、雨雲の動き、これ1時間後、2時間後、3時間後と見れます。だいぶ広域の地図なのでかなり見づらいですね。長野岐阜県境、ちょっとまあ雨雲近づいてきてますかね。で雷の方を見てみますと1時間後までしか見れませんが、まあ群馬方面がだいぶ荒れてますね。この辺はまだ大丈夫そうです。でもまあ夕方の方はね雷なりそうなんで早めに登りたいと思います。その他ですね、気象衛星、まあこれは現在から過去6時間に遡ってっていうので見ることができますね。あと天気図、こちらはですね現在から72時間後までの天気図を見ることができまして、それとまあマニア向けにはなるかもしれないですけれども、高層天気図っていうのを見ることができます。ちょっと僕はですねこれを見ただけでは全然何が何だかっていう感じですね。はい、そんな感じで、まあもしかしたら登ってる途中に雨に降られるかもしれないですけれども、できるだけね早めに上がっていきたいなと思います。後で気がつきましたが、地図検索のページで分かりやすい雨雲レーダーがありました。1時間後までの詳細な雨雲の動きを見ることができます。あと唐沢カールは圏外になることもありますが、このアプリは県外の場合でも最後に取得したデータをオフラインで見ることができます。はい、おでんごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。はい、ビールも飲みたかったですけどちょっと上まで我慢ですね。はい、で今12時となりました。これから北方登っていきます。コースタイムでね3時間半、標高差がね830ぐらいあるのかな。めちゃくちゃ大変ですよね。はい、で危険地帯も多いんでねヘルメットもかぶりました。ということで今からですねここ登っていきます。じゃあ気をつけていきたいと思います。こちら、唐沢小屋ですね。ここも右に行きます。唐沢小屋方面から見る唐沢カールもいいんですよね。北穂、早速すごい急な石の階段が続いてます。しばらくはね石の階段で整備されてて、まあわりかし安全なんですけど、普通に急できついですね、これ。足上げがつらい。まあ、自分のペースでね、ゆっくりと登っていきたいと思います。12時半、予報より少し早いですが、ポツポツ来ましたね。いやー、早いよ。もうちょっと持ってくれたらな。どうしようかな。少し様子見ます。もうちょっと強くなるようでしたら、レイン着ようと思います。はい、1時前ですが、もう天気予報通りですね。晴れ間もないので、ここから先は雨だと思いますので、はい、レイン着ました。暑いんですけどね、上り。はい。まあ、すごいですね、やっぱ天気予報。今日は本当にその通り、だったんじゃないですかね。11時まで晴れ、12時台曇り、13時から雨っていう感じで、はい。なのでまあここから先も降り続けると思うので、足元ね気をつけて登っていきたいと思います。
登山あるあるなんですけど、レインウェア着るとね、雨が止むっていうね、あると思います。まあ僕が着たことによってレインをね着るかどうか悩んでた人たちにとっては、とりあえずまだね着ずに、はい、行動できるようになったんじゃないかなと思います。はい、まあでもね今日は絶対この後雨降るんで、僕はこのまま行きます。無理でした。やっぱりどうにも暑すぎますね。今もまだ止んでるんで、また降り出したら着ようと思います。北穂の登りの序盤の整備された石段は終わりました。だいぶねワイルドになってきて、北穂はもともと落石のね事故の多い山なんで、まあ、上から転がってくるのと自分が下に転がさないのとね、両方気をつけたいと思います。大きな石が堆積したエリアに来ました。ここはねコツがあって、できるだけね段差が少なくなるように足を上げていくと、石を踏んでいくといいと思います。一個一個がね大きくなっちゃうとだいぶきついんでね、できるだけ小さな段差でこまめに登っていくのがいいです。はい、13時20分ですね。唐沢カールから 400m ぐらい上がってきました。ちょうど半分ぐらいかな。はい、でここでですねすごい長い鎖場あります。これね一回下りで使ったことはあるんですけれども、まあ思ったほどシャドウ急ではないので、まあ、補助的にね使って登っていけばいいかなと思います。天気はねまだ降ってないです。まあ13時台ね小雨マークだったので、降らない分にはね全然ありがたいですね。はい、じゃあ頑張ってここ登っていきたいと思います。ああ嘘つきました。近づくとねまあまあシャドウありました。はい、でもねあの足場置けるとこたくさんあるので全然大丈夫です。問題ないです。よいしょ。鎖場はクリアです。まだ急な岩場は続きます。鎖場越えると次はまあまあ長いはしごですね。これはねそんなに急じゃないです。こんにちは。すいません、ありがとうございます。北穂はですねまだまだ険しい登りを上がっていきます。標高2900を超えてきました。まだねすごい難所が待ち構えてます。いや、よいしょ。
14時5分標高 3000m まで来ました。ちょっとね、青空も見え始めてきてます。予報に反して好転してるのかな。かっこいいですね。あそこゴジラの背と呼ばれてるとこだと思います。で、あの辺り山頂かな。ちょっとやっぱガスってますけど、まだ標高差100メートルぐらいです。よし、北穂の天板に着きました。一張りありますね。ここの天板ね、すごいロケーションなんですけど、トイレまでは遠いんですよね。トイレの利用がこっから北穂山頂を越えた小屋のとこになるんでね、なかなかね、泊まってみたい、テントしてみたい気はするんですけど、利便性でちょっと悩みますね。さあ、ということで山頂まであと少しのとこまで来ました。よいしょ、分岐ですね。左行くと奥方の方へ行きます。北方はですね、一応掃除方になってて、この上が南方になってるみたいですけど、まあ、今回ちょっと寄らずに行きます。南方は 3106m、 北方はね 3109m で、あっちの方が高いです。じゃあ、あとちょっとです。魚の顔みたい。やりました、着きました。あ、そうか、これ持てるんか。よいしょ。はい、14時30分ですね。北穂高岳標高3100、あ、こちらが6メートルか。はい、3106メートルでした。やりました、登頂です。いやー、よかった。雨に降られるかと思ったんですけどね、降られず済みました。はい、まあ天気予報もね、当たったり外れたりはつきものですのでね、自然が相手ですので、もう降らないことには越したことがないので、日頃の行いが良かったんですかね。はい、ちょっとね、まあ景色自体はガスガスではありますけれども、まあひとまずはね、山頂に着きましたので、あとは夕方もしね晴れてくれたら、すごいね絶景が見れると思うので、そこをね期待して、ちょっとね小屋の方でゆっくりしたいと思います。もうね、山頂がそこで、ここが小屋っていう、めちゃくちゃいい好立地、最高ですね。何往復もできます、山頂と小屋。向かいのグレポン入れて入ってきて、すぐ2階ですね。よいしょ、2階から上がってきて、こんな感じですね。もうすぐのところが僕のスペースです。残りわずかの状態で予約したんで、多分一番通りに近いところになりました。ここ僕にしました。他にも奥があって、あの扉の向こうもそうかな。さらに3階もありますね。こっちも個室かな。宿泊者は水がいただけます。お湯もありますね。ありがたい。北穂小屋名物北穂ブレンドを頼みました。
このテラスからはね、天気が良ければ槍が見えるはずなんですけれども、真っ白ですね。曇りなき眼で槍ヶ岳を思い浮かべようと思います。はい、なんとですね、コーヒーを飲んでいたらこちらの方、今回僕あの登山天気アプリの、はい、タイアップでやってるんですけれども、まさかのですね、そちらの日本気象協会の方と偶然遭遇しました。安西さんです。そうなんです、安西梨沙と申します。気象予報士の安西梨沙です。はい、はい、まさかのダブル安西ということで、そこもびっくりなんですけれども、ね、ここでお会いできたというのは本当にびっくりで、はい、しかもまさかね、この登山天気アプリの企画をやってる時に会えるっていう、そう本当に偶然ですよね。本当にびっくりしました。もうせっかくなんで動画出てくださいということで、はい、ご出演いただいております。はい、お邪魔させていただきます。いや、今日天気どうでしたかね、予報は。ね、一応ね、あの午前中は晴れで、その後雨になってくるって予想なんですけど、うん、どうです、あの降られました？少し降られました。もうでも予報通りでしたね。あの午前中は晴れで、昼12時ぐらいから曇り、13時は小雨マークだったんですけど、まさにそのタイミングで降ってきて、一回レインを着たんですよ。よかった、あってて、もうまさにと、はい、あの天気予報通りでした。よかったです。でもあの山にはね、あのジンクスがあって、はい、レインウェアを着ると雨が止むっていう、はい、あ、え、そうなんですか。来たら止みました。そっちの方が強かったです。今雨降ってないのは安西さんのおかげなんですね。そうかもしれないですね。よかったです。はい、昨日の行いがいいせいかな。素晴らしいです。はい、そんな感じで安西さんでした。はい、どうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。登山楽しんでください。はい、お互い楽しみましょう。楽しみましょう。はい、ありがとうございます。はい、はい、ちょっとね、このまま安西さんと一緒に飲みまで付き合ってもらおうと思います。じゃあ、北穂に乾杯です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、甘すぎる。いや、美味しいですよね。生ビールですよ、缶じゃないですよ。いや、いいですよね。やばい、めっちゃうまい。ところで安西さん、はい、今日の夕方はどうでしょうか。今日の夕方は、まあ、今予報通りだと雨になると思うんですよね。そうですね。ただ、まあ、あの夏特有の、そうそう、まあ、ちょっと実は晴れるっていうのもあるので、登山天気アプリを運用している身としては外れになるかもしれないんですが、晴れにちょっと期待、雲が取れるのに少し期待しつつ、まあ予報では雨だから油断せずに、ね、あの夕焼けとか見れたらいいなとは思ってます。はい、そうですね。はい、じゃあ明日はどうでしょう。明日はあのもう今までずっとちょっとね、あんまり良くない曇りとか雨だったんですけど、ちょうどね、好転して結構晴れ日和になりましたよね。明日午後までずっと晴れっぽいんで、はいね、めちゃくちゃ明日は天気良さそうです。明日明日まで降りるか、多分それまでは多分持つと思います。そうですよね、よかったです。一回も、あ、一回だけちょっとレイン来ましたけど、明日は使わずに済みそうですね。よかったですね。はい、そんな感じで、はい、まさかのね、天気のスペシャリストもありましたので、はい、この後、ゆっくりしたいと思います。さっき少しね、晴れ間が見える時間帯もあったんですけど、今はまだガスガスです。18時30分ですね。日の入り間際、今日は何も見えないかと思ったら、なんと滝谷ドームの方がすごい幻想的な風景見せてくれております。いやー、来てよかったですね。小屋の人たちはみんな気づいていないねえ。もうあっち全部ガスですもんね。あそこだけ
劇的に晴れてます。はい、ということで夕方の北穂からの景色でした。いやもうめちゃくちゃ良かったです。はい、期待ゼロのところからねこの景色が見れたんで本当に良かったです。一応ね、まあ天気予報は雨マークだったんですけれども、まあその通りねずっとガスガスではありました。幸い雨にはね降られなかったんですけれども、もう景色はね絶望的かなって思ったところであの景色が見れたんで、あれは滝谷ドームかな、はい、とても綺麗なね夕焼けの景色見ることができて本当に満足です。はい、まあ、槍ヶ岳方面はね全然見えなかったので、それは明日へのお預けということで、今日は1日目これで終わりたいと思います。明日はねまた朝早く起きて、日の出をここで迎えたいと思いますので、それでは1日目これで終わりたいと思います。おやすみなさい。やばいやばいやばい、寝ようと思ったらセカンドラウンドですね。はあ、晴れてきた。すごい。あそこ奥方ですかね。はあ、見えた。めちゃくちゃかっこいいですね。
はい、ということで2日目の朝、北穂山頂からの景色でした。いや、もう天気予報通りね、本当に素晴らしい天気に恵まれ、360度の絶景を、拝むことができました。本当に最高です。やってきてよかったです。はい、もうこちらのね、槍ヶ岳が本当に素晴らしいですよね。この稜線、大キレットが間にあるんですけども、いつか歩いてみたいなと思います。はい、それじゃあですね、今朝5時半を回ったところなんですけれども、一旦、朝ごはんを食べて片付けて、下山の準備していきたいと思います。北穂ブルースカイクリームソーダ、すごいですね、めちゃめちゃ青い最高です。いただきます。あ、やばいやばいやばい、大惨事だ。うん、あー、めっちゃうまい。うまいね、爽やか。いやいや、こんなことしていいかなと思っちゃうよ。美味しい、最高。最高ですよね、本当。よいしょ。はい、ということで、朝7時となりました、モーニングをね、テラスでゆっくりと過ごして最高の朝でしたね。はい、それでは今から、下山していくんですけれども、下山ルートはね、昨日登ってきたルートと一緒になります。なので撮影は控えめに、行きたいと思います。天気の方はですね、今日の北穂のコンディションは B となっております。だいぶいいですね。はい、でもう日中はですね、この北穂山頂もですし、上高地の方も、日中の天気はね、かなり良さそうなので雨の心配もなさそうです。はい、そんな感じでね、下りも気をつけて降りていきたいと思います。いや、北穂高小屋めちゃくちゃ良かったです。夜ご飯のね、生姜焼きを今回食べれなかったのが残念ですので、今度来るときは夕食つけようと思います。下山も最高の景色を見ながら下ることができます。唐沢カールまでバッチリ見えてますね。ただ下りはかなりね、やっぱり急で石も多いんで、集中してね、気をつけて降りていかなきゃいけないので、撮影は控えめにします。はい、13時30分ですね。バスターミナルまで帰ってきました。天気は予報通り晴れてます。はい、ということでね、登山天気アプリについての気になった点とかね、いろいろちょっとお話ししたいこともありますので、一旦場面変わります。とりあえずお疲れ様でした。はい、改めまして無事下山しました。お疲れ様でした。今回はですね、一泊二日の北穂高岳を登山天気アプリを使ってね、登っていきましたが、いや、その甲斐ありましてね、とてもいい景色見ることができました。この天気 JP 登山天気のアプリなんですけれども、使ってみての使用感や気になる点をちょっとお話ししたいと思います。まず天気予報の正確性についてなんですけれども、これはですね、かなりいいと思います。まあ、今回の北穂ですと午前中は晴れ、昼から曇り、そして雨に変わっていくという天気予報だったんですが、まあ、実際に、ね、雨にポツポツ降られるところまではもう完璧でしたね。午後の雨予報のところはですね、結局雨には降られなかったんですけれども、まあ、山頂周辺はガスに覆われてましたので、概ね予報通りだったんじゃないかなと思います。そこで雨が降る降らないかっていうのは、まあ、夏山のね、雲の特性も関わってきますので、不確定なところかなっていうところではありますけど、まあ、山に特化した天気予報ではあるけれども、あくまでね、自然が相手ですので、必ずしも予報通りの天気になるっていうのは、そこはね、ご理解ください。で、気になる点もいくつかありまして、一つ目は山のコンディションなんですけれども、これがね、結構厳しめに表示されるっていうところですかね。実際に使っていると、この山のコンディションの A とか B って相当条件が良くないと出ないのかなっていうところで、実際に山に登るときは C とか D の状態で登ることが多いんですが、いざ登ってみるとですね、全然快適に登れるんですよね。
で北穂で日本気象協会の安西さんにお会いしてお話を聞いたんですけれども、これがですねどうやら24時間で判定しているみたいでして、例えば登山の行動中の朝6時から15時ぐらいまでの天気が良くて、その後の夕方とかがものすごい天気荒れる予報だったとしても、その時間のコンディションも反映されちゃうから、全体のコンディションが悪く表示されてしまうっていうのがあるみたいです。なので実際の行動中はコンディション A ぐらいのね、快適性で歩けたとしても、24時間全体で評価すると、表示されるコンディションは D とか C とかになってしまうっていうことがあるみたいです。これはですね、なんとかできないか、開発側の方でも検討してるみたいです。次に気になった点なんですけれども、風の情報をもうちょっと見えるようにしてほしいなというところですね。登山の天気って雨が降るかと同じぐらいね、風が吹くかどうかもね、すごい気になる情報なんですよね。だけどこのアプリでは風の情報を見るためには、一番多くの1時間予報のところまで行かないと見ることができないので、そこにたどり着くまでが結構大変だと思いました。夏山ですと晴れ予報で風が強くてもまあ、やめることはそうそうないんですけれども、雪山とかですと晴れ予報でも風が爆風とかですと登山そのものをねやめてしまう、中止してしまうこともね結構ありますので、それぐらい風の情報ってね登山する上ではかなり大事な指標となりますので、風の情報はねもっと見やすい位置に分かりやすく表示してもらえたらなと思いました。で最後に気になる点がですね、登録されている山の数が少ない点ですかね。はい。現在ですと300名山とプラスアルファという形で山の天気予報を見ることができるんですが、マイナーな低山ですとほとんど見ることができないです。地図検索でね、見てみると、山口県とかはね、一つも登録されている山がないので、ちょっとかわいそうだなっていうふうに思います。このアプリの担当者さん曰く、この動画のコメント欄に載せてほしい山の名前をね、コメントしていただけると、このアプリのね、天気予報に登録するように検討してもらえるみたいですので、ぜひね、載せてほしい山、コメントしてください。まあですが、本当に低山ですと、わざわざね、この有料アプリを使わなくても、まあ500メートル以下とかの低山であれば、普通のね、平地の天気予報とそんなに気象条件変わんないかなと思いますので、標高1000メートル前後ぐらいですとね、だいぶ平地と山の山頂では天気変わってきますので、そのあたりのね、低山の情報がもっと増えてこればなと思います。まあ、そんなこともありますので、主に低山を登っている方なんかには、ちょっとね、この有料の天気予報アプリは持て余してしまうかなと思います。月に数回とか、年間を通してね、登山に行く方にとっては、年間プランはおすすめとなります。まあ、まずはね、30日間の無料トライアルがありますので、ぜひね、そちらの方を使ってみてもらいたいなと思います。概要欄の方にですね、この天気 JP 登山天気のアプリのダウンロードページ用意しておりますので、ぜひそちらからね、ご参照いただければと思います。皆さんもぜひね、登山天気アプリを使いこなして、天気を攻略して山の絶景をつかみ取ってください。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またねー。